浜松市は今日、来年テレビアニメ化される小説夢見る男子は現実主義者が市内を舞台にして制作が進められていると発表しました。主人公が通う高校は浜松市立高校がモデルとなり、通称アクト通りを再現した街並みなども登場します。鈴木康智市長は浜松市の活性化につながればと期待を寄せていました。アニメでですね、取り上げられますと、やはり聖地巡礼ということで多くの方が来られるんで、これをですね、ぜひ観光誘客あるいは交流人口の拡大につなげていきたいと。詳しい放送日などは今後公開されていく予定で、市も観光商品を作るなど PR していく方針です。